イムズロボティクスのソタインと申しますよろしくお願いいたしますこちらの研究でですね、東京大学様産総研様日立システム様と一緒にですね、まあ、AI ドローンの開発というのを進めておりますドローンというのはまだまだ技術が浅いので安全性にまだまだ欠けるところがありますけども安全なドローンということで落ちにくいドローンまあ、安全に落ちるドローンというものの開発を進めております えー、飛行機の場合はですねパイロットの方が何かあった場合には、えー、安全な場所に、えーまあ、緊急着陸するということができるんですけども無人航空機のドローンの場合はそういうことができませんそういった意味で東京大学の鈴木先生,様が,鈴木先生がですね、えーまあ、飛行機と同じように何かあっても、えー、安全な場所にちゃんと、えー、自動着陸できるようなロボットを開発したいとそういうコンセプトの中で開発を進めております。 こちらのドローンではです、ね、まあ、いくつかの機能があります。1、えー、つはです、ね、風、突風とかです、ねえーまあ、そういうものに非常に強い機体の制御、えー、あとは物流の方をイメージしているんですけども飛行ルート上にです、ねまあ、人がいた場合にその人をちゃんと避けて、えーまあ、飛ぶような自動ルート変更機能と、えー、あとは、えー、故障があった場合にです、ねえー、自動的に AI がそれを診断をして 安全な場所を探して自動着陸する機能、まあそういった機能を開発をしております。まあこのようなドローンを開発することによって、まあ特に物流分野ですとか人の頭の上を飛ぶようなドローンがですね安全に運行できるようになるというふうに考えております。はい。ネト。